それはね。覚えてたから、あの夢の中の手のひら、それが誠の手だって覚えてたから。前の1日の朝、真っ先に誠の部屋に行ったのもだからだったの。何も分かってない様子の誠を見て、それからしばらくの間はただの夢だったんだって思って安心してた。だけど2回目に鈴を見た時、あの展望公園で女の子が鈴を持ってっちゃって、私不安でしようがなかったの。もしも何かがあってあの鈴が誠の手に渡ったりしたら、女の子を見つけて鈴とキーホルダーを交換してもらって、最初は海に捨てようと思ってたの。それこそ展望公園の先から海に投げちゃおうって。でもね、考え直したんだよ。だってひょっとしたらまた波に運ばれてどこかの浜に打ち上げられてしまうかもしれないでしょ。本当に海の底に沈んでるかどうかなんて確かめようもないし、ずっとビクビク怯え続けるぐらいだったら、いっそのこと自分で持っていれば、肌身離さず持ち歩いていればいいんだって、そう思ったから。うん、持ってた。だけど深刻な顔してたら誠に疑われるような気がして。もちろん半分はほっとしてたからでもあるんだけど。今度は誠の番だよ。誠が鈴を持ってた理由、そっか。じゃあくるみちゃんに感謝しないとね。ああ、やっぱり分かってなかったんだ。くるみちゃんに鈴をもらってなかったら誠死んでたんだよ。鈴と共にや時は解かれん。ってことは、鈴を持ってなかったら？うん。この時間に意識が飛ばされたことによって、私たちは助かることができた。助かるって言い方は正しくないかもしれないけど、
とにかく、あの6日の神社に意識がとどまったままだったら、私たちという存在は肉体だけを残して消滅してしまってたはずだよ。つまり、この時間の流れの中では、私たちは現に生き続けているけど、あの6日とつながった時間の流れでは、私たちは死んでしまっているっていうことなの。ちょっと難しいかな。だったらこう考えてみて。ここに一本の広くて長い直線道路があるとするよ。その道路には7台の車が走ってるの。横一線にきれいに並んだまま。それぞれの車には一人ずつ運転手が乗ってて、はるか、さき、くるみちゃん、いずみさん、奥彦くん、私、そして、まことがそれを運転してるのね。で、その7台の車のはるか後方にも、同じように横一線に並んで走ってる7台の車があるの。その車には、前の車とは別のはるか、別のさき、別のくるみちゃん、別のみんながそれぞれ乗ってる。ここまではいい？さて、ある時、突然だけど、私と誠は心臓発作かなんかで死んでしまったの。だけど、意識だけは車の中から抜け出して、後ろで別の車を運転してる別の自分の中へと飛び込んだ。私たちは今まで走ってきた道を同じように走り続けるだけ。そして、前を走ってる車は、私たちの遺体を乗せたまま、ずーっと走り続けてる。ということなんだけど、わかった？それでさっきの話とつながってくるのよ。だからあの鈴は壊さない方がいいの。わかんないかな。あの鈴は私たちにとって最後の砦っていうか、文字通り命綱なわけじゃない？もしも万が一今度の4月6日に同じ出来事が起こったとしたら、まこと、港でそんな風に言ってたけど、その万が一の時に、私たちが鈴を持ってなかったら、自由な世界どころか、世界そのものを失うことになっちゃうよ。この先、私たちが歴史を変えることによって、あの日に何が起こるのか予測するのが難しくなってくると思うの。うん。鈴を壊すよりも、まずは見つけることの方が先決なんじゃないかな。私はそう思うけど。Thank you.
った。